いつもありがとうございます。ナナシです。では今回なんですけどね、フワライド、ムーマージ。こちらのね、イベントテラレイドバトルで狙いたいおすすめテラスタイプ、こちらをね、紹介していきたいと思います。前回かな、前回のイベントで、こういうね、おすすめテラスタイプ紹介動画上げたら、結構ね、伸びてたので、引き続きね、上げていこうと思います。というわけで、今回の動画内容、次回のね、イベントテラレイドバトル、フワライド、ムーマージ、こちらのね、イベントのおすすめテラスタイプ紹介となります。で、タイプ紹介するわけではなく、だけではなく、なんでおすすめなのか、みたいなのもね、話していきますので、よかったらね、参考にしてください。では、今後もね、いろいろなポケモン情報、届けていきます。ぜひ、チャンネル登録、高評価、応援の方、よろしくお願いいたします。で、雑学班、週1投稿でね、やらさせていただいております。よかったらお願いします。では、フワライド、ムーマージイベント。これね、軽く触れておきます。ね、1月20日の9時からね、23日の、9時まで。で、星4から星5限定、星6なしです。で、スカーレット、バイオレットでピックアップ対象が違います。スカーレット、フワライド。で、バイオレット、ムーマージ。で、テラスタイプは全タイプ均等かなと。まあ、ほぼ均等です。過去のイベントレードの傾向からこうなります。で、スカーレットの人ね、ムーマージ欲しい場合は、バイオレットの人がホストのイベントテラレードバトルに参加することで、入手が可能です。だから、バイオレットの人も、ね、フワライド欲しい場合は、スカーレットがホストのイベントテラレードバトルに参加すると入手可能なので、両方狙えるのでね、頑張っていきましょう。ではね、フワライドからまず話していきたいと思います。こちらね、ダイパで初登場したポケモンで、ゴースト飛行タイプで、能力上昇を活かした戦い方が得意なポケモンとなります。で、戦い方といたしましてはね、小さくなる、回避率2段階上昇を複数回使用して、身代わりが残るまで、身代わり連打。で、バトンタッチで回避率&身代わりを次のポケモンに引き継がせる戦い方がね、強いポケモンです。で、そんなね、フワライド。テラスタイプ何がおすすめかというと、ノーマル格闘悪がおすすめです。で、ノーマルがおすすめな理由、こちらね、弱点のゴースト技が無効になります。で、格闘タイプの技がね、もともと効かないということで、ゴースト技が効かない。ノーマルタイプになることで弱点のゴースト技が効かなくなります。フワライドはね、行動回数を稼ぎたいポケモンです。相手の行動を無効にすることで、自分が動ける回数をね、増やせるのが強くなりますので、ぜひね、対策として入れておきましょう。で、ゴーストタイプはね、格闘技無効ということで、フワライドはね、ゴースト飛行タイプ。ゴーストタイプはね、ノーマルタイプの弱点技の格闘技を無効にできるので、テラスタルをね、見せるまで格闘技をね、使われにくいっていう風な特徴もあります。ではね、格闘テラスタイプについて、こちらはね、苦手な悪技、岩技に耐性がつく。で、タイプ相性がね、大きく変わるということで、悪技、岩技。こちらね、タイプ相性で半減しにくい悪技、岩技。これに耐性をつけられるのが強いです。で、タイプ相性が大きく変わるということで、弱点と耐性が大きく変わるので、効果抜群狙いの技を耐えやすくなります。まあ、なので敵の裏をかきやすいっていう言い方でいいのかな。ちょっと難しいけどね。なので戦況というか、なんだろうね。ちょっとうまい言い方が、パッと出てこないんですけど、まあ、こういう戦い方ができます。で、悪。こちらなんですけどね、弱点のゴースト技、悪技、両方に耐性があります。そして他の弱点もね、相性不通になるということで、弱点のゴースト技、悪技に耐性をね、つけられます。で、どちらもね、タイプ相性で半減しにくいので、耐性をつけられるのが便利です。そして他の弱点タイプもカバーということで、ゴースト、悪技以外の弱点タイプの技も、相性普通で受けられるので、行動回数をね、増やしやすくなります。まあ、なので、この3タイプ捕まえておくと、今後、特に対戦とかで使いたい人、ね、便利だと思います。まあ、ただしね、テラスタイプに関しては、素材さえ集めたら簡単にね、変えられるので、まあ、変える素材もね、結構周回して集めるの大変なので、まあ、その手間とか、まあ、何回も変える、だったら捕まえとこう、みたいな人にね、この3タイプがおすすめです。で、続きましてね、ムーマージ。こちらなんですけどね、ダイパで初登場したポケモンとなります。で、金銀で登場したムーマの進化系。ゴーストタイプのポケモンで使いこなすにはね腕が必要ということでちょっと難しいポケモンになっております。で、ムーマージ。こちらね、特性浮遊と豊富な補助技を活かす戦い方が強いです。で、普通の戦い方だとね、対戦で活かすのはね難しいので、かなりね、上級者向けのポケモンとなります。まあなので、ややこしいんですけど、逆にね、今回みたいな動画、テラスタイプの厳選とかする人にとっては、捕まえておきたいポケモンみたいな感じになるのかな。
ではね、おすすめテラスタイプ、こちらノーマル電気アクがおすすめです。で、ノーマル、こちらなんですけどね、ノーマルタイプになることで苦手なゴーストタイプを倒しやすくなるというわけで、タイプ相性を変えられます。ムーマージの弱点タイプのね、ゴースト技をノーマルタイプに変化することで無効化できます。で、ゴースト技を使うポケモンはゴーストタイプのことが多いです。ムーマージもね、ゴーストタイプです。相手の攻撃を無効化してタイプ一致弱点で倒すっていう風な動き、シンプルで強いです。で、電気、こちら弱点タイプがなくなる。ちょっとあのナンジャムの可愛さにやられてた。可愛くないナンジャム。こちらなんですけどね、弱点タイプがなくなるということで、電気タイプの弱点地面技を特性浮遊で無効化できるので弱点がなくなります。ムーマージの耐久がね、低めプラス型破りだと浮遊貫通なので、ちょっとね、気をつけてください。ではね、まとめということで、ちょっとね、悪に関してすいません、消し忘れでした。悪はおすすめではないです。ゴーストタイプはね、ノーマルテラスタイプが強いかな。なので両方ともね、ノーマルテラスタイプを取っておくことをおすすめします。シンプルにね、でもなんだろう、シンプルなテラスタイプの応用みたいな形で戦えるのが強いかな。なのでぜひね、ノーマルタイプ、ノーマルテラスタイプゲットしておきましょう。では今後もね、こんな感じでちょっと悪技消し忘れてる、そんなね、お茶目なところもあるんですけど、動画どんどん上げていきたいと思いますので、よかったらね、チャンネル登録、高評価、応援の方ね、よろしくお願いいたします。ではでは。